水古伝水古伝108世一覧表、楊春陽春は、中国の小説で四大記書の一つである、水古伝に出てくる、登場人物。梁山白第73位の高官で、新生の生まれ変わり。あだ名は、白花蛇で、白布のあやかし蛇のような容子に由来する。下州のすぐ近くの小火山で、主部や陳達と共に、山賊家業をしていた。 カイン県の昇火山に救う山賊の第三の棟梁の洋春は、ある日、蓄えを心配した主部がどこか市稼ぎしようと話を持ちかけられた時、陳達がカイン県の役所を襲うことを主張する。しかし、そこへ行くために豪傑の主神がいる鹿村を通らなければならなかったため、陽春は主部と共にこれを反対するが、 それに怒った陳達は手下を引き連れて、鹿村へ向かってしまう。そして、陳達が死神に捕まったと知ると、手下全員で鹿村を攻めて、陳達を助けることを提案するも、主部にいめられたため、主部の作戦に従うことにした。その後、主部と共に起点を聞かせて、死神の前に実習したことで、死神にその義教心を気に入ってもらい、陳達は縄を解かれる。 それからは、死神と信仰を持つようになる。しかし、山賊と交わっていることが露見し、村を焼き払って逃亡してきた死神を彼らは、昇火山の頭領として、迎えようとしたが、死神はこれを断り、歌手を去るが、右よ曲折して昇火山に戻ってきたため、今度こそ死神を昇火山の頭領になってもらった。その後、死神の下で、山賊家業を励んでいたが、 ある日、死神が、歌手の大主に囚われ、死神を両山泊に誘いに来た、露チ神も彼を助けようとして逆に囚われてしまう。二人を助けるべく、陽春羅小火山は、両山泊と協力して、歌手を襲い二人を救出し、そのまま死神、主部、陳達と共に、両山止まり入りする。入山後は、馬群将、表将剣石工となり、 死神の副将として陳達と共に戦場で戦う。朝廷招き案後も死神の副将として両国戦やタトラ、OK 討伐に参戦するが、放浪討伐で幾例関に死神、陳達ら五人の統領たちと共に偵察に赴くも、ンハ春の待ち伏せを受けて弓隊の矢の雨を浴びて戦死する。ありがとうございます。